三笘薫、先制点アシスト。前半15分、見事な縦パスで 1-0 勝利に貢献。プレミアリーグブライトン1から0クリスタルパレス、3月15日、イギリス、ブライトン、ファルマースタジアム。3月15日、イギリスではプレミアリーグの公式戦が2試合行われ、日本代表 MF 三笘薫、25、が所属するブライトンはホームでクリスタルパレスと対戦。三笘はこの試合も 4-2-3-1 左サイドで先発。前半15分の先制点をアシストし、後半34分までプレーして 1-0 勝利に貢献した。キックオフ直後はブライトンが不用意にボールを失い、クリスタルパレスが押し込んだ。試合開始早々の前半1分にコーナーキックを奪われ、6分、7分にも立て続けにコーナーを与えた。しかし前半13分、ブライトンが速いパスをつないで攻め込み、三笘が右足でシュート。日本代表 MF がボールを受けたのは左サイドの角度がない位置。しっかりボールを捉えたが、このシュートは GK の正面に飛び、難なくセーブされたが、このプレーでブライトンが流れを呼び込んだ。そして続く前半15分、三笘が先制点をアシストする。自陣の左サイドでボールを受けた25歳 MF が一気に加速して中央に切れ込んだ。このドリブルで一瞬にして相手を置き去りにすると、右サイドから中央に走り込んだマーチの動きに合わせてしっかりとコントロールした縦パスを放った。このボールと共にマーチが抜け出し、左足を合わせてゴール。三笘が前節リーズ戦に続く2試合連続の先制点アシストを決めて、今季公式戦6つ目のアシストを記録した。先制点を奪ったブライトンはその後そつなくプレー。後半に入って停電のハプニングが起こり、試合が2分ほど中断されると、週中の夜の試合ということもあり、両軍ともにやや精彩を欠きその後は見どころの少ない試合になった。そんな中、三笘は後半34分までプレー。試合後、アシストに結びつけたドリブルはスピードが切り替わり、体調が良さそうに見えたと聞くと、あれだけでしたね。でもあのアシストのパスも少し弱かったので、ソリー、マーチ、出なければ決められなかったと思う、と話し、もっと力を出さなければならないと思って試合をしていた。しかし展開も考えてシンプルにプレーしました、と続けて、自らアシストした1点を守り切って 1-0 勝利を収めた試合を謙虚に振り返っていた。この勝利でブライトンは勝ち点を42まで伸ばし、7位をキープ。来季の欧州戦参戦を自力で狙える位置で検討している。ブライトン三笘薫が2戦連続アシスト地元メディア、タイミングの良いパス。イングランドプレミアリーグのブライトンに所属する日本代表 MF 三笘薫、25が15日、日本時間16日のクリスタルパレス戦に先発し、2試合連続のアシストで決勝点を演出した。左サイドハーフで出場した三笘は前半15分にパスを受けると、左サイドからドリブルで中央に切れ込むと、前線にスルーパス。このボールに反応した FW ソリーマーチが左足を振り抜いて先制ゴールを決めた。三笘は後半34分に交代したものの、アシストした1点をチームが守り切って 1-0 と勝利。リーグ7位をキープした。マーチは決勝弾について、タイミングは完璧だった。幸運にもゴールを決めることができた、と語った。地元メディア、サセックスライブは選手の採点で三笘を7点と評価し、彼はボールを保持する時間が少なかったものの、ボールを持った時の彼は瞬時に効果的だった。タイミングの良いパスでマーチをゴールに導いた、と絶賛したものの、しかし、いつものように効果的ではなく、33分に交代した、と物足りなさも指摘していた。今季公式戦で5アシスト目、8ゴールを記録した三笘がリーグ終盤戦もチームを牽引していくはずだ。三笘薫が流れを変える。圧巻のスルーパスで2戦連続のアシスト、決勝点を演出。ブライトンがクリスタルパレスに1-0勝利。13分にファーストシュート。現地時間3月15日に開催されたプレミアリーグ第8節延期分で、三笘薫を擁する7位のブライトンがホームで12位のクリスタルパレスと対戦。三笘はいつも通り 4-2-3-1 の左サイドハーフでスタメン出場を果たした。立ち上がりからまさかの猛攻を受けたブライトンは7分、ショートコーナーからエドワールのヘッドを浴びるも、枠を外れる。8分にもピンチを招いたが、敵 MF をリースと1対1になった GK スティールの攻守で防ぐ。ブライトンは13分にようやくファーストシュート、左サイドから三笘がダイレクトで狙うも GK の正面を突く。
しかし、この一本で流れが変わる。15分、左サイドからドリブルで切れ込んだ三笘が絶妙のスルーパス。このお膳立てを受けたマーチが左足で強烈なシュートを突き刺し、先制ゴールを挙げる。日本代表 MF はこれが2試合連続の公式戦5つ目のアシストとなった。この1点で完全に息を吹き返したブライトンが、その後もペースを握って前半を終えた。後半に入って51分には、三笘も絡んだパス回しから、エストゥピニャンがシュートを狙うも、GK にセーブされる。その後もホームチームが押し込んだが、追加点は奪えず。このままブライトンが1対0で勝利を収めた。なお、三笘は79分にベンチに下がっている。パスも最高、三笘薫が今記録アシスト目をマーク。チームを勝利に導いた決勝弾。プレミアリーグ第8節延期分、ブライトン対クリスタルパレスが現地時間15日にアメリカンエキスプレスコミュニティスタジアムで行われ、ホームチームが1対0の勝利を収めた。この試合では、サッカー日本代表 MF 三笘薫が今記録アシスト目をマークし、チームを勝利に導いた。ホームにクリスタルパレスを迎えたブライトンは、試合開始から劣勢。立て続けにチャンスを作られ、相手にペースを握られていた。だが15分、ハーフウェイライン付近でボールを持った三笘がドリブルを開始する。ピッチ中央へ切り込むと、相手 DF の背後へ走ったソリーマーチへスルーパスを配球。相手 DF 間を通す鋭いパスでチャンスを演出すると、このパスに抜け出したマーチがペナルティーアーク付近からシュートを放ち、ゴール左に決めてみせた。その後は互いにチャンスを作るも決めきることができず。三笘がアシストしたマーチの得点が決勝点となり、ブライトンがホームで 1-0 の勝利を収めた。サッカーイコール三笘の決勝アシストでブライトン勝利、プレミアリーグ。ブライトン、英国、15日ロイター、サッカーのイングランドプレミアリーグは15日、各地で試合を行い、ブライトンはクリスタルパレスに 1-0 で勝利した。ブライトンは前半15分、ハーフウェイライン近くでボールを持った三笘薫がドリブルで前進してスルーパス。これをソリーマーチが蹴り込んで得点し、これが決勝ゴールになった。三笘は後半34分に交代で退いた。2023年に入ってからブライトン、